おいおい、そこのブルーシートのジジイ、てめえはどこにいると思ってんねん。このタスキが見えねえのか。おいおい、そこのブルーシートのジジイ、てめえはどこにいると思ってんねん。このタスキが見えねえのか。おいおい、そこのブルーシートのジジイ、てめえはどこにいると思ってんねん。このタスキが見えねえのか。大阪維新のタスキでんねん。おいおい、そこのブルーシートのジジイ、てめえはどこにいると思ってんねん。このタスキが見えねえのか。大阪維新のタスキでんねん。ブルーシートのジジイ、お前は人間のクズだ。ベーシックインカムいるかい。ベーシックインカム欲しいかい。大阪維新にゃー足向けられないね。大阪維新はありがたい権力じゃあないかい。もうお母さん帰ってこないの？電気もガスも止まっちゃってお湯も沸かせられないね。ねえお父さん、お腹が空いたよ。お父さん、あの頃はカニばかり食べていたね。毎日のように10万円が入った封筒を持ち帰っていたね。大阪維新は安倍晋三とそれから菅につながる与党勢力、新自由主義を言う詐欺集団じゃないかい。自民党とか大阪維新とか悪魔の暴力集団だ。あの日お父さんはどうして大阪維新に投票したの？